Yeah.
めまして、アジアンカンフージェネレーションでーす。お願いします。どうすか、ちょっと熱くなってきましたか。今回のライブ1から4回戦まで全員来てるわけなんですけど、もしかしたらちょっと知らない子もいるかと思うので、ここで軽くメンバー紹介いきます。はい、2回ギター亮太、ちょっと熱あるけど来てくれました、頑張ってます。1回ベースゆうすけ、フレッシュ一緒やってまた誘って一緒に組んでくれました、ありがとう、はい、1回ドラムタクホ、イタリアンズ被るって言ってたんですけど、ちょっと厳しかった。暗すぎて何も見えない。暗すぎた。あの1回生交流会を企画してくれてます。ゆうぼです。ありがとうございます。あの会長になりました。小田です。よろしくお願いします。ちょっと初ギターボーカルなんですけど、あの。初めてなんで温かくとかはもうちょっと言えないのかなって、あのそんなに弱くても勝手に温まってるかなと思いますので、最後までオムフェス盛り上がっていってください、お願いします。次の曲行きたいんですけど、あのちょっと感想の時に一緒に叫んでもらいたいところがあって、ちょっとあえてまだ言わないとこうかなと、そのタイミングになったら言うのでお願いします。いきますか、
最後の一曲の前なんですけど、ちょっとだけ喋ろうかなと思って、このお芋フェスなんですけど、今年から新しくできたライブでして、例年は学生の頭冬来なんですけど、いろいろちょっと願いを込めたライブで、いろいろあるんですけど、まとめるなら一人一人の努力が実るような、あとは、その有志のライブを組むっていうその一歩がその人の何かプラスになればいいなと思って、そういうライブがこの時期にあればいいなと思って、開催したわけなんですけど、ちょっといろいろ反対とかあったし、不安やったし、結構悩むことも結構あって、でも当日迎えてみたら、こんなに14バンド、28バンドも出てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。もちろんこのライブのメインターゲットは、代替わりをしたから、もちろん2回生はそうなんですけど、そんな当たり前に2回生だけじゃなくて、1回生の有志の挑戦の場としても、あとは、そうですね、例年では学祭でこう代替わりというか一旦区切りなので、3、4回生とかあんましライブに出なくなると思うんですけど、そういう3、4回生の延長戦のライブとしても僕はやっぱり出てほしいなと思ったら、もうめちゃくちゃ出てくださって、もうかましてもらって、もう本当にありがとうございます。感謝でいっぱいです。気づいたらビープめちゃくちゃ大きくなってて、人数もめちゃくちゃ増えて、これからもどんどん大きくなっていくと思うんですけど、サークルって結構形が変わっていくものだしなんですけど、そのディープの核心みたいなものは、ずっと守っていくのが僕たちの仕事だと思うので、どんだけ人数増えたって絶対にここにいる全員一人にはなってほしくないし、いつでも帰ってこれるような居場所は僕たちが守っていくので、これから1年間よろしくお願いします。そんなディープの未来を、明るい未来を願って羅針盤という曲を最後にやっております。アンコールもごめんなさい用意してないし、めっちゃ短い曲でずっと盛り上がる曲なんで、最後悔いないように皆さんお芋フェスを締めくくりましょう。お願いします。